こんばんは。あおこ、これかな。これなんだっけ？ロバババ。ロバ。うん。すごい。サガロ。サガロ。めっちゃサガロ。本当に見えん。ホットケーズ。忘れてた。あ、あおこにつないで。いや、口。はい。聞こえる。聞こえるよ。あおこの音聞こえる。内部の音聞こえる。あおこ。恐ろしい。聞こえるよ。聞こえる？うん。私もさしたい。ロババの。ロババの音。何が聞こえる？ロババの内部の音。ロバー。ロバー。ロバー。唐揚げは唐揚げ。行くよ。うん。どこが行く？おい。唐揚げは1万人の方がさっきの長屋を見てたのよ。長屋を見てたのよ。やば。はい。というわけで、私たち欅坂46初の写真集21人の未完成がついにおととい発売されました。やったね。おめでとうございます。イエーイ。イエーイ。はい、続いてこれ、ん？これ？言うの？うん。発売を記念して今週は7日間連続で欅坂メンバーがショールームに登場して写真集の魅力を皆さんにお伝えする写真集の魅力を紹介しちゃうぞ週間をやっていきます。はい。次、姫。
5日目の今日はこの3人でお話ししていきますので、皆さん最後まで楽しんでいってください。コメントも待ってます。よろしくお願いします。よろしく、よろしく。というわけで、もう見たよという皆さんは早速感想を聞かせてくれると嬉しいです。買ったよなど、めっちゃ重かった、めっちゃ重かったなど写真集に関するコメントを数点拾ってこれダメだ全部よ、全部上から言うそれぞれのページについて、写真集の中身について、写真集の中身について、進行10分これ10分間頑張ろう面白い。はい、コメント拾わなくていいの、さっき。あ、そうだ、拾いましょう。うん、早い早い、最高かよ、お最高かよ、重かった、お1キロね、うん、そうそうそう、うん、本当にこれ1キロあんのかな、ね、これ1000冊買ったら1トン倍でもいそうじゃない、1トンあるのやつ1000冊買う人いそう1トンやばい、トンって単位やばいよね、1000冊もいきそうじゃない、このいきそう、いきそう、どうやって読み寄ると、みんなこんな早いのね、すごいね。2キロ2冊買った人は、ああ、うん、ちょっと早いよ、ホトケーズじゃんって、ホトケーズ、あ、そうやね、初仕事じゃない、ホトケの、本当だね、じゃない、多分ホトケー長長長長それぞれ紹介、はい、あらフリップ、あ、それや、はい、正解いく、はい、あ、やべえ、あれフリちゃんの写真集を使用しつつ、それぞれ自分のページはどんな雰囲気になっているかを紹介します。中浜ねる、前に出す、あ、よくよくよ新つばさんという監督のカメラマンさんに撮っていただきました、録音部の少女がタイトルで、こう以前ハピちゃんのポスターを撮ってくださった方で、すごい優しい方で、すごく自然な感じで、それでこれを使って撮りました。本当にこれなの、本当にこれですかね、本物ではない、じゃない、じゃない、じゃないです、です、ネクスト、ネクスト、んどうぞ、うん、本気の中村和隆さん、海で撮影しました、はい、よい、目が海、すごいね、砂、うん、雨降ってたね、雨降ってきちゃって、ね、かわいい、これだと青空に見える、本当だね、うん、ね、確か、はい、はい、カメラマンさんは藤本和則さんです、
星野南さんのいたずらという写真集を撮っているカメラマンさんです。あと土屋太鳳さんと、小栗優さんの写真集、小栗優さん、すごい、知らなかった写真集を撮っている方で、なんだろう、アルミホイルに包まって撮ってる写真です。ここペイが一押しの写真だよね、これ。そう、かわいいの、これ見るかな、写ってる、毎日みたいにかわいい、かわいい、本当かわいい、楽しかった、かわいい、遊園地と、すごいね、どうやって撮ってるってるの、ね、スタンプみたいね、口ベージュって言って、バレた2万人すごい、すごい、もう中いっぱい見せていいって言ったね、よいしょしょ、秋元さんの言葉、毎回私これ好きなんだよね、なんかつけてくれるじゃん、こういうの、じゃあさ、せーのでバンで開けたとこについて語ろう、あ、オッケー、怖い、いくよ、せーの、バンバンバン、あ、すごい、あ、誰からいく、じゃあ行きます、はいはいはい、あおたん、お、なんだっけ、花を食べるだっけ、うん、かわいいよね、ね、大人っぽい、かわいい、なんかいつの間にこんな、ね、大人っぽくなっちゃって、本当だね、髪長いね、こんな長かったっけ、伸びたんだね、長いね、ね、すごい大人、うん、なんかね、あおたんに聞いたの、どんな感じだったって言ったら、うん、初めてつけまつげしたって言って、そう、つけまつげしてるみたいな、へぇ、全然わかんない、ね、そう、めっちゃ自然に、あ、かわいい、かわいい、めっちゃかわいいね、めっちゃかわいい、かわいい、かわいい、プリンセスオール、めっちゃかわいい、あ、このお菓子見たことある、あ、食べたことある、あるよね、ババロアよね、ババロアか、食べたことある、そうや、そうや、なんかあれだよね、差し入れで、そうそう、なんか昔みたいなやつ、ね、そう、美味しい、みんな花食べれるのこれって言ってね、うん、次ではどうぞ、はい、しーちゃんだった、しーちゃんすごい、すごいよね、モノクロ、めっちゃかわいい、おしゃれ、おしゃれだね、なんかさ、彼女感あるよね、あるね、うん、僕の彼女かわいいね、かわいいね、いいな、無双さ、部屋、本当だ、こんな、あ、めっちゃモノクロ、ほんとだ、やばいね、やばいね、やばいね、めっちゃプライベート感ある、あ、カラー、かわいい、かわいい、全部おしゃれな写真だ、ちゃんポニテル似合う、ね、かわいい、題名は、めっちゃこの写真、かわいい、めっちゃかわいいね、綺麗な顔、疑似夫婦、あ、なるほど、疑似夫婦、だから彼女感あるのか、めっちゃかわいい、さっきのこれめっちゃ好きやった、これの、うん、1個の、これかわいい、かわいいね、かわいい、見えとるかな、これです、これ、あ、ありがとう、あ、これね、よいしょ、そのまま、うん、ではでは、続いて、ね、まゆっかでした、うん、VR、わー、VR やりたい、ね、やったことある、ないね、やってみて、これね、かわいいとこがリアして、見て、見た、ここ見た、こう、この犬と思ってそう、ブルドッグ、この、この次も、あ、落ちちゃった、ありがとう、このかわいい、かわいいね、かわいい、うん、もう一回する、うん、なんか真ん中、みんな真ん中行った説あるよね、で、どっちかに寄せよう、せーの、ダン、お、お、お、
だろう。じゃあ、ネオからいこうか。はい、うん、じゃん、りなちゃんでした。りなちゃんは小動物の小動。かわいいよね。ダジャレかわいい。めっちゃ可愛かったよね。このお姫様、うん、めっちゃ似合う。タンスに入ってるやつね。かわいい。似合うね。ね、美少女。髪がツヤツヤ。かわいい。似合う、本当に。めちゃめちゃ女の子好きそう。うん、はい。ドン。はい。ネクスト、ネクスト。どうぞ。うん、はい。あ、ずーちゃんだ。はい。つやつや。ずーちゃんのあれは？つやつや。題名は？なんだろう、題名。とかも。ワン、ワン、アンド、オンリー。という意味を。あ、ごめん。なんだろう。まあ、かわいいよね。かわいい。ワン、アンド、オンリー。唯一無二とかかな。唯一無二って。唯一無二。なるほど。唯一無二。だね。かわいい。わー。わー、かわいい、これも。フィルムカメラのこのめっちゃかわいい。こんなツヤツヤ。うえみんなこれ言ってるね。これはやばいね。これはやばい。こりゃやばい。見た、みんな。見た。見せていい、うん、見せていいじゃん。これこれ。もうちょっとこっちやで。どれだっけ。もうちょっと、もうちょっとこっちやで。これ。あ、まだ見えた、うん、ありがとうペ。これそれやで。うわかわいい。もうやばいね。あれ、青子さん。青子死んだ。青子さん。雑や。かわいい。かわいい。やってる顔がすごいかわいい。赤ちゃんみたいな。赤ちゃんみたい。赤ちゃん。かわいい。年齢不詳じゃない？いや、二十歳。やったって見せられたらよ。確かに。何歳だろう。確かに老けない顔だ。確かにね、一生一生この顔だった。かる、おばあちゃんになってもでしょ。生まれた時から多分この顔で。確かにね、めっちゃいいね。それいいな。どんどん老けてくわね、うん、目が縦になる。そうそう、垂れてどんどん縦になる。めっちゃ面白いで、どんどん次会った時めっちゃ縦なの。こうえ、どんどんこう。なるんじゃない？なんないなんないわ。横より縦の方が大きくなるね。そうだよね、うん、縦になりたい。なりたい。でもさ、途中経過のここめっちゃ嫌じゃん。でも50歳ぐらいのここめっちゃ嫌だ。見たいみたいな。縦になってほしい。はい、続いては、いきます。じゃん、リサです。あ、りっちゃん、すごいドアップ。りっちゃんの対面のやつ、なんですかね。よいしょ。りっちゃん。あ、ソーファー、ソークローズ。英語。遠くて近い。とても遠くて、とても近い。かわいい。なにこの赤ずきんちゃんみたいな。かわいい。赤ずきんちゃん？透明ずきんちゃん。あ、え、本当だ。見せよ。これ。かわいい。キャワキャワ。場所がすごい、うん、ね、砂漠。砂漠、うん、でもほんとさ、こう見ると全然違うね、みんな。うん、ね、世界観すごい、私だったら絶対この写真集買う、普通に、ね、すごくな い、ね、これで2000円ってほんと安いと思うんだけど。本当やな、ね、すごい。かわいいよね。めっちゃかわいい。見せよ。かわいい。かわいい。普段の、ね、ね、もん。笑ってるもんちゃん。みーちゃんめっちゃなんかさ、かわいいな。みんなかわいいね。うん、あ、今日もなんか誕生日。そう、おめでとう。ハッピーバースデー。何歳だ？まーちゃん、二十歳だよ。うわー、おめでとう。おめでとう。おめでとう。
二十歳か、いいな、若い。二十歳ってなんか変わるよね、いろいろね、うん、もう大人だね、大人だよ、みんな大人になってくね、大人になってくね、4年でしょ、入って。大人信じてくれの歌いたいね、今めっちゃ大人めっちゃ大人めっちゃ大人。ネルも海行ったん？行った行った、海行ったよ。これさ、どんな気持ちで撮ってんのこれどんな気持ちで音を感じてって言って、そう、あ、そう、感じ、なるほど、音感じてんの。いつもこれ何考えてるのかなと思って見てた音を感じ取る顔してるえ、これ重いの？めちゃ重いので、さ、なんかさ、カメラマンさんとメイクさんとかが来てくださるやん、うん、の他にプロの音声さんも来てくださって、そう、本物を貸してくれて、すっごいの、もうめっちゃ聞こえるの、遠くの音も。そうなんだ、本当に繋がってんのこれ。いや、テレビの時とかもさ、うん、もうめっちゃ多分聞こえとるわね、怖、うん、ずっとさ、ピンマイクつけてるからさ、やばいね、全部聞こえてるね、やばいやばいねちょっとさ、ボソって独り言みたいな、全部聞こえてる、やばいやばい、そうそう、すごかった。肩こりそうね、音声さん、ねえ、すごいよね、かわいい、かわいい、かわいいね、あら、ヨネちゃん、かわいい、昨日電話したわ、ほんと？うん、ヨネ、ご飯食べてるよって言われた言ってそうそう今の報告、そう、今の報告、うん、はい、ここで、あるコーナーに移りたいと思います。イエイイエイ、ヤフーイ、ヤフーはい、あ、姫の横に、はい、ロババとってね、ロババありがとう、Thank you、 はい、ありがとう。この箱の中にトークテーマが入ってます。イエーイ、すごい、結構入ってるよ。バーで、じゃあこれを引いてじゃんけんする、いきますか、負けた人かな、負けた人、じゃんけん、負けた人、またあ、でもこれ出たのも全員で話すらしい。あ、そうね、うん、じゃあ引く人か、負けた人、あ、自分で引きます、はい、どう、あ、いける、うん、はい、はい、お、はい、週刊プレイボーイ丸ごと一冊、欅坂46号、わっしょーい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 、そう、コメント、コメントしてくださってるのすごくない？ペンちょっと出たよ。ペイちゃん、ペイちゃん、ペイちゃんは？ん？あった、はい。可愛くておとなしそうなイメージの渡辺さんですが、実はとても大人っぽくて、カメラを向けると引き込まれる表情をするのが印象的でした。最悪の天候でしたむしろその雨が彼女の雰囲気にとても合っていて、見たことない表情を引き出せたと思います。じゃあ姫のは、またすま、読んで、はい、いいよ、どれ、長澤さんの独特な雰囲気を表現するため、カオスをコンセプトに撮影しました。たくさんの衣装を着てもらいましたが、どの撮影も楽しみながら臨んでくれていたと思います。ラストカット、グランパル公園でのイルミネーションとても綺麗でした。はい、うん、イルミネーション見た、そう、イルミネーション、あれ、なんだっけ、滑り台のとこかな、うん、あ、これじゃない、じゃない、うん、どれだっけ、滑り台をバーって滑ってる、うん、かわいいね、なんと見てもこれ好きなんだよ、うん、かわいい、あ、これめっちゃかわいい、楽しそう、楽しかったよ、見えるかしら、ちょっと待って、えっと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 、これやで、グランパルコー、グランパル、そう、グランパル、あ、めっちゃ孫おじちゃん、これや、
これも好き。そうやね、ほうじ茶の共演。あれちょっとあら映ってる、映ってるか、映ってる。ほうじ茶ね、ほうじ茶ね、美味しいよね、ほうじ茶。美味しい、ほうじ茶ね。アイス好き、ほうじ茶の。大好き。なんかほうじ茶以外にもパイナップルの看板を持って走りました。ほうじ茶が使われたんやね。パイナップルはね、うん、なんか これぐらいの大きさのあれで、あ、こうやって乗せ、うん、ここに乗せて、え、見たい、見たい。パイナップルもなかなかカオスだった、シュールだった。カオス、うん、はーい、よいしょ、よかった。怖いなぁ。ダーン、ダーン。え？はい。私のここは完成形。あら。わしょーい。わしょーい。わしょーい。完成形？完成形。得意なことみたいな。ないや。完成形。得意なこと？なんだろう、なんだろう、なんだろう。完成形、完成形。全然話違うけどいい、うん、ノイズラーズある？ない、あ、ない、もう抜いた、うん、入ってきた。なんか抜こうと思っとってさ、うん、っていう。痛いらしい。痛いよ、痛いよ、痛いよやろう。やけん、でもなんか、うん、その完成形で思い出せたけど、うん、18、19に入ってくるんだって。えー、らしくて分かんない、正しいか、うん、で二十歳で完成するらしいと、あ、親知らずが。なで平均は18、19でまだ肺途中で抜いたらめっちゃ痛くて、うん、20過ぎてもう周りの骨が固まったらめっちゃ痛くて、うん、で20ぐらいで抜くのが一番いいって言うんだから、じゃあさ、20までに出てこなかったら、うん、どうなんやろ、出てこない、もう埋まっとるけん、歯茎が切らんばっちゃ、じゃあもう、もう大丈夫じゃない。よかった、ね、ちょっとビクビクしてた、いつ入ってくるんだろう。今入ってきたら困るよね。そうそうそう、やっけん大よっていう、ね、完成形っていう完成形。え、完成形。20歳になって親知らず完成形になった。あ、そういうことだけど、そういう完成形。そういうのか、今それ思い出した。完成したこと、完成形、完成したこと、なんだろう。え、なんだろう、完成したこと、なんだろう、なんだろう、なんだろう、20歳で完成したこと、なんだろう、なんだろう、なんだろう。あ、最近毛先を切りました。え、切ったの？切ったよね。あ、完成したの？え、完成した。髪の毛完成した。切っとったよね。そう、切ったの。いつだっけ、最近？めっちゃ最近よな。この間やん。何センチぐらい切った？5センチぐらい切った。だいぶ切ったね、変わるね。かわいい。誰も気づかないんだ、髪切っても。イエーイ、気づいた。イエーイ、ありがとう。やだやだ。はい、終わり。はい、次、姫。完成、なんかない？姫の完成？姫は最近髪を暗くしました。あ、そう、黒くなった。完成し た, 完成し た, した。黒くしました。かわいい。かわいい、うん、明るい方がね、なんか大人っぽいって言われる。握手会とかで。でも今のめっちゃいい。本当？うん、かわいい。次でラスト引こうか。じゃあっという間。あっという間やね。めっちゃ取るじゃん。はい。うわ、私のここが未完成。めっちゃありそう。いっぱいあるね。めっちゃあるわ。未完成。なんだろう。未完成。なんだろう。未完成。あるある、めっちゃある。私も自分でも考えてもそう言われるとね、なんだろう、未完成ね。直したい癖とか。ああ。言っていいことと悪いこと今ゴワーってなってる。思ってる。未完成。
聞く？ごめん、言えんかった。どこどうぞ。すみません。あ、せいや、せいや、せいや、はい、やむけちゃった。年末なので来年頑張りたいこと。あー、イエーイ。頑張りたいこと。大人っぽくなりたい。あー、いいじゃん、うん、髪染めたい。茶色くしたら大人っぽくなりなりそうだよね、うん、なんかさ、メンバーも結構さ変わるよね、雰囲気、うん、変わるね。最初結構みんな黒かった、ね、黒かった黒かった、そうそうそう、明るくてさ、入った子誰いる？いなくない？ないよね。あ、リナ、 あれさっきのさ、全面広告のやつさ、うん、全面広告、あのさ、あ、めっちゃ昔の写真やったからさ、見えるかも、さっきさ、新聞紙、うん、新聞のさすいません、慌てさせちゃってる。新聞なんだ。すごいね、新聞に自分が出てるよ。出た、昔の新聞ってこと？うん、最近でしょ、最近のね、昔のが使ったってことですね、はい、あ、明るいコール、うん、これめっちゃさ、本当に最初のさ、一番最初のやつだよね、これかわいいね、これです。これだよ、何だろう、うん、遠目で黒いもん。何変わるの？何？何が変わる？幼い、かわいい。全然印象違う。わあ、もんちゃん。全然印象違う。かわいい。全然違う。かわいすぎる。今もさ、ね、前もどっちもかわいいね。すごい。めっちゃかわいい。ね、水かわいい。みんなあれやね。あ、しーちゃんだ。しーちゃん明るかったじゃん。コメント、ネルは黒がいい。ナム、黒がいいよ。ネルだって大人になりたいぜ。なんか違うところを、うん、そうだね、違うとこ、まあ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 、まあ、でも、私もさ、うん、なんかさ、定期的に染めに行かんないけんや。そうだね、そう、それが大変そうやけんね。うん、6割黒でいいかな、で、4割染みたい。うん、黒、茶色、ヒカルさん、ヒカルさん、YouTube 黒と茶色にしよう。いいじゃん、うん、みんな可愛いね。そうだね、超かわいい、かわいい、かわいいね、なでなでして。変わるもんね、3年で。304ページだって、これすごくない？はい、写真集すごい、あ、そんなに、すごいすごい、ありがとうございます。あら、早い、あれ締めましょう、やって何してたんだろう、1時間これ1時間も取った？1時間30分、30分か、コメント読もうか、うん、読もう、そうだね、なになに、唐突に、なになんか言って、早いって、寂しい、大好きだって、大好き、やったー、みんな発行し、みんな発行しだよね。うーん、パン、タピオカ好きだって好き、ほうじ茶味あるよね、うん、飲んだことない、コンビニに売ってたんだもん、ほうじ茶味。あ、ほんと、うん、ハリーポッター見ながら見てるだって。あ、これやで。ハリーポッターの服、これ。あ、やで。ダンブルドア。そう、かわいいのよ。ね、ずるい。あ、唐揚げは？あれ？あれ？唐揚げさん。その辺にあったかな？あ、あったあった。うん、どんくらい塗るか。え、すごい安定感、これ。本当だ、めっちゃ挟まれてる、腰とこのまま、はい、安定感、あ、いける、いける、いける、にゃポーズ、にゃにゃ、あ、見て、塗るのロババ、え、かわいい、頭めっちゃでんってなってかわいいロバ、あ、おっこでかいから乗らない、頑張ってね、めっちゃ可愛い、
唐揚げめっちゃハマってる。いいな。こういうもんカチューシャありそうだね。はい、ありそう。え、いいよ。ありがとう。馬場な。あ、うん、安定する。やろ？え、絶対乗らないから。いける。あ、すごい。なんで褒められてる？うまい。特技特技。特技だね。頭なんでも乗せ。完成形。完成形。良きところで。良きところで。あ、じゃあこれは交代で読んでいこう。そうだね。というわけで私たちが担当しました写真集の魅力を紹介しちゃう助手館、5日目いかがでしたか？いかがでしたか？はい、続いて続いて。ん？ここやで。あー、当たった。こっち？どこ？明日？明日のメンバー。あ、明日のメンバーを決めていいんだって。そう。聞かせてくれ。明日は誰がいいですか？聞かせてくれ。アカネンだって。お、アカネン。ザンビ、ザンビ見たよ。ザンビ、ザンビ。あとは、アカネン。あ、ユッカネンだって。ユッカネン。2人とも忙しいかな。副キャプテンとキャプテン。いいね、いいね。しっかりやってくれそうね、今日のこのグダッと感じから直して。臭いやばそう。じゃあ、ユッカネン？ユッカネン来れるかな？ゆかねんし、頑張ってきてもらう、うん、はい、ゆかとあかねんです。3人で今日の感想を。感想楽しかったね。楽しかったね。ゆとぴょんの初仕事は、ね、一回やったよね、雑誌なんかやった気がする。あ、これで撮った気がする。撮ったわ。一回やった気がする。撮った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 。2回目だじゃん。そうそう、2回目。いっぱいやりたいね。ね、楽しかった ね、 ね、 平和だったね。楽しかったんかな、皆さん。大丈夫か。楽しかった。楽しかった。楽しかったね。大丈夫かな。ピースしてだって。はい、ピース。楽しいって。本当？優しい。優しい、ね、ありがとうございます。うん。優しいね、皆さん、ね、なんでそんなに優しいのよ。ありがたいわ。フォトケーズポーズしてやって。あら、大事。フォトケ、フォトケ。誰考えたんだろうね、これ。ね、このポーズじゃない？寝るか、うん、すごい、すごいね。キャッチ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 のポーズね。覚えてね。覚えてね。はい。うん。早い。早いね。みんなこれスマホで見てんのかね。うん。スマホ。うん。打つの早いね。すごいね。確かに、絶対。お母さんまだ売ってない。全然売ってない。そう、なんか、あーみたいな。頑張ってる。ご飯って言って、やって、懐かしいね。やったよ、昨日。あ、やったのか。ご飯。懐かしい。こんばーん。理解してくれるってやって。こんばーん。こんばーん。イエーイ。イエーイ。あー。終わり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 。バイバーイ。最後、なんかあったっけ？なんもないか。あ、やだ、うん、はい。というわけで明日もお楽しみに。明日はゆっかねん、ゆっかねん、ゆっかねんとゆっかにお願いしてみます。そうだね、頑張ろう。バイバーイ。バイバーイ。バイバーイ。
しょーい、バイバーい。めっちゃ投げる。わしょーい、わしょーい。これ交換できるかな、せーの、わしょーい。すごい、イエーイ。もう一回やる、せーの、わしょーい。リップとか入れてたの、ちょっとドラマの時なんか内臓が肉が肉が出てきた。肉のアップで終わろうか。肉のアップで終わる。またね、そのまま押してまたね。唐揚げの肉だよ